松潤さん、こんばんは。松潤さんですね。私ね、滑舌が悪くなる時があるのと、あと早口を意識するとどうしてもね、口がもつれちゃうんですよね。それが私のね、トークの、ちょっとウィークポイントですね。ゆっくりじっくり話せばきっちりとね、滑舌よく伝えることができるんですけども、何分短い時間でたくさんのことを伝えたいんで、私の動画っていうのはね、ちょっとせっかちになりがちなのかもしれません。まあ、その中でもね、聞きやすい、分かりやすい、そして面白いというふうに感じていただけるのは本当に嬉しいなと思っております。これからもね、伝える力をもっともっと私自身鍛えていこうと思いますので、改めてよろしくお願いします。で、今回ね、そっかそっかってそっか塾の曲あったじゃないですか。あれを私プレゼントされた時どう感じたかってことが、そのまんま私が誰かにプレゼントをする時につながってるんですよ。それはですね、あの曲をプレゼントされた時に、あ、この人ここまで私のことを分かってくれてんだなっていうふうに感じたんですよ。これがですね、ファンの作り方だっていうふうに私は思いました。まあ、ですんで、大勢の方に曲を届けるんではなくって、まずね、まずたくさんの中の一人に何かを届けよう、自分のマインドをプレゼントしようっていうふうな思いからスタートするんですよね。それは多分、松潤さんの師匠さん、お師匠さんが言われたのと同じだと思うんですよ。で、私もね、一人の人に届くようになったら、今度は同時に二人の人に届けてみようかなっていうふうになるんですよ。そして3人、4人、5人と増えていくんですよ。ですので、最初にビジネスをスタートした時とか歌い始めた時って、お客さんが100人いても1万人いても10万人いても嬉しいことは嬉しいんですけども、手に負えないんですよね。最初は1人のお客さんでいいんですよ。1人のオーディエンスを心から楽しまして、その人がですね、あ、この人自分の気持ちを分かってくれてる、その通りに歌ってくれてるな、その通りにアドバイス、ビジネスを教えてくれるなと思った時に感動して契約ってことになると思うんですよね。で、私はね、この松潤さんからのメッセージをどのぐらい受け取れるかっていうふうに自分に対しても挑戦してます。どのぐらい松潤さんの気持ちをおもんぱかって、松潤さんが、お、そういうアイデアがあったのか、ちょっとやってみようかなっていうふうに思わせることができるかなってことですよね。今のところこの思わせることにはちょっと成功してるんじゃないかなと私は思っております。で、私のね、仕事っていうのは何かっていうと、私の動画を見た人にやってみようかなと、もう一回挑戦してみようかなっていうふうに思っていただくことなんですよね。つまり、一番やりたいことを忘れていて、どっかね、心の隅に置いていたものを、あれ、久保さんの動画見たらやりたくなっちゃった、なんかもう一発花咲かせられるんじゃないかなっていうふうに感じていただければ、もう私の仕事はね、コンプリートなんですよ。私の話を何回聞いてもやる気にならないってことでしたら、私の仕事は失敗したことになります。まあ、ですので、今回ね、もしかしたら松潤さんの心を動かすことができたんじゃないかなっていうふうに思ってね、ワクワクした気持ちでお送りしております。で、長崎ご出身ということなんでね、私ちょっと思ったんですけども、長崎には五島列島っていうのがありますよね。武田鉄矢さんが刑事物語の中でも演じられていた、これ30数年前ぐらいですけどもね、五島列島っていう島のストーリーがありましたけども、とっても素敵なね、風景。私はね、広島なんで江田島とか能見っていう瀬戸内海の島を思い出すんですけども、きっとね、五島列島もそんな島の人たちを和ませる、九州の長崎の人をね、心豊かにする風景が広がってるんではないかなと思いました。ですので、その風景を曲にしたらどうなるのかなと、その風景をメロディーにしたらどうなるのかなっていうふうにとっても興味があるんですよね。そしてもう一つ、長崎の特徴といえば、イルカウォッチングができるって聞いたことがあったんですよ。だからこのイルカウォッチングはね、私もね、ぜひね、伺って体験したいなと思うんで、この辺もね、ご存知のことがあったら教えていただきたいなと思っております。それでね、今回私は松潤さんに送ってる動画を一般公開してます。これ不思議ですよね。私は松潤さんにだけ意思を伝えたいわけなんですよ。気持ちを伝えたいんですよ。でも、なんで一般公開するんでしょうか。しかもこの一般公開動画は松潤さんに送ってますよっていう風にしてるのに、なぜね、松潤さんじゃない人が100人以上見るんでしょうか。不思議ですよね。だからね、これはね、私が一人の人にどんなメッセージを送ってるのか、皆さんでチェックしてるんですよ。どんなことをこの人はやってるのかな、どのぐらい人の心に寄り添ってるのかなってことがすごくね、気になってくださってるんですよね。ある意味、私を信頼してくれて試してくださってるんですよ。で、この私の一人に対する熱意が他の方に伝わった時、他の方が私に一目を置いてくださったり、速稼塾ってものに信頼を置いてくださったり、中には購入してくださるっていう、そういうふうな、ね、動機になるんですよね。実は私はこの繰り返しでセールスが成功してるんですよ。セールスをしてないのに、速稼塾の問い合わせをしたいんですけどっていうようなメールが来るんですよね。
これも松潤さんのこれからの活動に大いにヒントになると思います。そうなんですよ、一番最初の話に戻りますけども、お師匠さんがね、たくさんのオーディエンスの中から一人のために歌いなさいって言ったのは、その松潤さんと歌われた一人の人の環境を見て、周りの人がうわ羨ましいな、自分にも歌ってほしいな、だから松潤さん私にも歌ってくださいっていう風にして、向こうからセールスに飛び込んでくるっていうことが、多分そのお師匠さんが言いたいことだったんじゃないかなと思うんですよ。だから予期せぬ方に CD が売れていくっていう流れが後からできるんですよね。きっとたくさんの人に CD を売ろうと思うと、最小購買数的な曲になるんですよ。そうなると平均的に人の心を打つんですけども、深く人の心を打つことはないんではないかなというふうに私は感じてるんですよね。勝手なことを言って申し訳ないですけども、私のビジネススタイルは一人のためにやるってことが全ての原動力なんですよ。一人のためにやることを順番に順番に順番にやっていきます。今日も40名ぐらいの方からメッセージがありましたんで、一人一人動画を撮ってました。ですからこんな時間になっちゃったんですけどね。でもこのね、一人の人に語りかけるのが私はものすごく好きなんですよ。そして私がどのぐらい思いを込めて一人のために一生懸命やってるかってことを多くの人に評価していただきたい、そういうことも意味を込めてですね、今回個人動画を一般公開しているということになります。まあ、ですので松潤さん以外の方がこれ見てらっしゃいますよ。私と松潤さんの関係どういうふうに見えるかってことがきっと私を試している、まあ、そのねポイントになるかと思います。はい、それでですね、やっぱ挑戦についてちょっと お話をして終わろうと思いますけども、挑戦っていうのはきっとね、今までやらなかったことをやるっていうのはこれ当たり前なんですけども、実はもう一つの挑戦があります。それは今までやっていたことをやめるっていう挑戦なんですよ。そうなんですよ、今までやらなかったことをやるためには何か代わりに今までやっていたことをやめないと、その時間とかエネルギーが生まれてこないんですよね。もちろん器用な方でしたら新しいことをやりながら今までやっていたこともちゃんとやるってことが、ね、できるんですけども、きっとですね、一つのこと、例えば今ね、私は子育てをしてますけども、もうすぐ1歳になる、ね、子供を育てるんですけども、その1歳の子供を育てる代わりに、私はですね、大好きな自分のトランザムでドライブするということをね、その日課を今ねやってないんですよ。でも全体的にものすごく満たされています。そういうふうなね、ちょっと分かりにくい例えで申し訳ないんですけども、なんかね、挑戦っていうのを私はこういうふうに捉えてますんで、きっと松潤さんがね、まあ何かをやめろとまで言いませんけども、何かこう今新しいね、ちょっと音楽やってみようかなと思った時っていうのは、例えば睡眠時間を削るなりね、なんなりして、なんか多分やる時間を一生懸命作ると思うんですよ。その挑戦が大きな一歩に私はなると思うんですよ。でもう一回話戻しますけども、私の動画で松潤さんにちょっとやってみようかなっていうふうに思わせることができたとしたら、私はね、それだけでこのエネルギーが伝わったんだなというふうに自己評価をちょっとね高くしてもいいかなと思います。ちょっと当てが外れてたら申し訳ないですけども、多分ね、ちょっとそういうふうにやってみようかなって気持ちに触れたと思うんですよ。私がね、私なりにいろんなアイデアを松潤さんにお伝えした時に、松潤さんはしっかりと受け止めてくださいました。すごくいい関係ができたと思います。私もね、松潤さんのファンになってます。ですので、これからもね、動画を送っていただければ幸いです。それでは今回は以上でございます。では、いってらっしゃい。